今回は、米軍が機密情報を漏洩されて、警告にブチギレた話をするぜ。お隣さんがまたやらかしたのね。ああ、イギリスの潜水艦の情報を、カメラの前でペラペラ喋ったらしい。わえ？相変わらずだね。でもなんで、警告がイギリス潜水艦の情報なんて持ってるのよ？南シナ海や極東に、イギリスの艦隊が来てたからだぜ。そこになぜ警告が関係するのよ？これは気になるわね。ということで今回は英軍ブチギレ、イギリス原子力潜水艦が韓国の釜山入港も機密情報を漏洩をお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、米海軍の潜水艦が、南シナ海や極東に来てたな。何しに来たのよ？まあ、お隣さんとか C 国とかロシアとかの動向を探るためじゃないか？しれっとお隣さんが入ってるじゃないのよ。それじゃ今回は、イギリス空母艦の性能と、なぜイギリスは警告に行なのか、解説していくぜ。お願いしゃす。ところで何見てるんだ？ロードショーでやってたハリーポッターよ。イギリスの王道ファンタジーだな。もう好きすぎて、何度見たかわからないのよ。ボルデモート様。ハリーよりおじぎ様の方が好きとは渋いぜ。2021年8月、イギリス海軍は空母打撃群を南シナ海や極東へ展開していたな。具体的にはどこで何をしてたの？攻撃型原子力空母が釜山へ入港しているんだぜ。釜山へ？キムチでも食べに来たの？実は C 国の軍事動向がその理由らしいんだぜ。なるほどね。2021年7月下旬にはクイーンエリザベスを伴った空母打撃群は、東シナ海に到達してそこで軍事演習を行っているな。ふむふむ。その後、8月6日にはグアム島に寄港したんだが、その少し後の8月11日に空母打撃群を形成していたと思われる、1隻のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦が同じ釜山に寄港しているんだぜ。空母打撃群を形成していたアスチュート級が来たなら、警告人も大喜びしたんじゃない？その通りで、警告でも話題になり同級3番艦のアートフルであると報道されたんだぜ。え？アートフル？アスチュートじゃないの？いや、イギリス海軍側は、クイーンエリザベスの空母打撃群に加わっている。アスチュート級攻撃型原子力潜水艦の名前は公表しなかったんだ。それはどうして？そもそも、イギリス海軍に限らずほぼ全ての海軍において、潜水艦の名前などは公表されないことが多いんだぜ。そうか、存在そのものが秘密なのが潜水艦よね。そういうことだぜ。今回釜山に寄港したアスチュート級にしても、専門家の間では一番艦のアスチュートだという指摘があるが、真相は謎のままなんだぜ。じゃあ、イギリス海軍が秘密にしろと言ってるのに、警告は騒ぎ立てたの？ああ、ことあるごとに、アスチュートやアートフルなどの名前を出して報道を過熱させている状態だぜ。初めて潜水艦を見た子供のように浮かれてるわね。確かに、C 国にも警告にも潜水艦はあるがハリボテ1号や2号だからな。ハリボテ空母だって建造中よ。まあ、これではイギリス海軍が呆れ返るのも納得だぜ。で、アスチュートってどんな潜水艦なの？イギリス海軍の最新鋭であるアスチュート級は、水中排水量7800トン、全長97メートル、全幅 10.7 メートルで、乗組員が110名の攻撃型原子力潜水艦だ。すごく大きいわね。ああ、攻撃型の名の通り、艦首に533ミリ魚雷発射管を6機も搭載しているんだぜ。まるでリヴァイアさんだわ。この533ミリ魚雷発射管からは、有線及び音響での誘導が可能なスピアフィッシュという、対戦対艦用の魚雷を発射できるんだぜ。警告は、このリヴァイアさんみたいな潜水艦を持つイギリスの怒りを買ったのね。ああ、潜水艦発射型の対艦ミサイルハープーンや、対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイルまで発射できる、超攻撃的な潜水艦だ。容赦ないわね。さらに、原子力潜水艦の強みを活かして、アスチュート級は最高29ノットで高速巡航可能なんだぜ。速いし強いし、まさに海の化け物ね。最高潜航深度も300メートル以上と言われているが、今一歩アメリカや日本の潜水艦には及ばないと言われているな。え？これだけ大きくて強いのに世界最強じゃないの？上には上がいるんだぜ。警告の潜水艦と比べたら別格だけどね。相手にもならないぜ。アスチュート級は、今回釜山に入港した1番艦が2010年、4番艦のオーディシャスが2020年に就役しているんだぜ。海軍も軍拡が止まらないわね。2021年には5番艦のアンソンが就役、現在は6番艦と7番艦が建造中だぜ。さらに軍事力を強化するのね。なんて言ってもイギリスは核保有国だからな。しかも運用手段として、
戦略型原子力潜水艦のヴァンガード級4隻までも持っているんだから、日本とは規模が違うぜ。潜水艦技術と乗り手の連動は日本の方が上だけど、やっぱり核を持っているというのは強いのね。いいことかどうかはわからないが、十分な抑止力になるのは間違いないぜ。じゃあ撃とうと思えば、いつでも撃てるのね。そういうことだぜ。アスチュート級は今まで、これらの艦艇を防衛したり援護するための潜水艦として運用されてきたんだ。こんな大きいアスチュート級でさえ、補佐役の潜水艦なのね。そうだぜ。これだけ大きい潜水艦を補佐に回すなんて、当時のジョンソン首相の凄さがわかるんだぜ。イギリスの資金力と政治手腕の凄さもわかるわね。それに引き換え、今のスターマー首相は、おや？誰か来たようね。さて、今回のクイーンエリザベス同様に、同型艦2番艦のプリンスオブウェールズも空母打撃群を編成すると考えられるんだぜ。どんどん空母打撃群が形成されて、アメリカを超える日が来るかもしれないわね。可能性はあるな。そう考えるとアスチュート級の任務重要性は、これからより増していくわけだぜ。情報漏洩の責任の重さも増していくんでしょうね。まあな。さて、今回釜山に寄港したアスチュートだが、クイーンエリザベスも同時に寄港予定だったらしいんだぜ。一度にイギリスの艦隊が2隻も来たら、かなりすごいわね。道理で警告が騒ぎ立てるわけだわ。ああ。我が国に、イギリスの最新艦がやってきました。って大喜びしそうだぜ。でも、来なかったのよね。クイーンエリザベスが来れなかったのは、コロナが原因だったんだ。へえ、体裁よく断られたとしか思えないけどね。実際、その可能性も高く、C国と北朝鮮からの圧力に潰されたという意見もあるくらいだからな。イギリスは商売がしたいだろうし、これからも警告とはうまくやっていくんじゃない？そうだな。警告相手でもお金になるならと、寄港したのかもしれないぜ。そもそも、警告の軽空母計画はどうなったのよ？軽空母計画は、クイーンエリザベスの設計に携わったバブコック社が、警告の現代重工業とタッグを組んで進めていたんだぜ。それと同時に、警告のデウ造船海洋と、イタリアのフィン艦艇リのコンビもその座を争っている形だな。警告の軽空母計画は、二つの国内勢力が争っているのね。こんなことでは、なかなかうまく進まないだろうな。とりあえず、今回のコロナ騒動多分嘘だけどで、イギリスはブチ切れたってわけね。全力でな。視聴者の皆さん、情報漏洩されても警告と仲良くしたイギリスについて、どう思いますか？コメント欄で教えてね。それではクイーンエリザベスの空母打撃群に話を戻すぜ。クイーンエリザベスは何をしてたの？東シナ海で軍事演習を、太平洋方面へと進んでいる過程で C 国海軍の潜水艦を複数発見しているんだぜ。警告とイギリスの仲を引き裂こうとしたのね。かもな、最初にクイーンエリザベス空母打撃群に加わっていた23型フリゲート艦2隻と、ジューク級と言われる10番艦のリッチモンド、そして同14番艦ケントが、対潜ソーナーで C 国海軍の攻撃型原子力潜水艦2隻を発見したんだぜ。三隻にバレるって、身を潜めてるってレベルじゃないのよ。なかなかないレベルだぜ。なんて潜水艦だったの？探知されたのは C 国海軍の小級 93A 型原子力攻撃型潜水艦らしい。2006年末頃から C 国が実戦配備をした潜水艦なんだぜ。退役間近のポンコツじゃ、見つかってもしょうがないね。ああ、イギリス海軍にとっては、自分の対潜哨戒能力の向上だと見ているらしいんだぜ。いや、ただ C 国潜水艦がポンコツなだけなのよ。それに、アスチュートも別の小級 93A 型原子力攻撃型潜水艦を1隻探知したんだぜ。じゃあ全部で3隻も探知したわけね。ああ。これが事実ならイギリス海軍は、探知した上に攻撃して排除することもできたわけだぜ。やられなくてよかったね。問題はクイーンエリザベスに、C 国の潜水艦を排除する戦力があったかどうかだな。だってイギリスの方が強いでしょ？それは間違いないだろうが、イギリス海軍が C 国を探知したのは南シナ海に入って6時間後なのが気になるな。どうして6時間もかかったのかしら？イギリス海軍のソーナーは高性能だから、6時間もかかるのはおかしいんだぜ。もしかしたら、戦えない理由があったのかもしれないな。確かに変よね。イギリスも都合のいいことだけを報道しているのかもしれないわね。可能性はあるぜ。日本もかつて同じようなことがあったがな。日本にも C 国の潜水艦が来ていたの？ああ。小級 93A 型原子力攻撃型潜水艦と思われる艦が、尖閣諸島周辺海域で探知されたんだぜ。尖閣諸島に何の用よ？リゾートツアーか何か？もし、ツアーで来てるならお金払ってほしいくらいだぜ。
ただより高いものはないのよ。でも、C国の潜水艦は、静粛性が低いから見つけるの自体は簡単なんじゃないの？そうだな。小級 93A 型原子力攻撃型潜水艦は、C国海軍が遠洋への進出を初めて行った歴史的な潜水艦なんだ。不愉快な歴史ね。近年はこれをさらに改良して、より静粛性を高めて95型などの新型潜水艦を計画中なんだぜ。それでも、アメリカにもイギリスにも追いつけないけどね。イギリス海軍ではすでに、C国が60隻以上の潜水艦を保有して南シナ海などに海洋進出しようとしている、との情報をキャッチしているんだぜ。すでに知っていたなら、なぜクイーンエリザベスで、威嚇しなかったのか疑問だわ。クイーンエリザベスでは、C国には抑止力にはならないということの実例かもしれないぜ。もし事実ならやばいわね。それに日本こそ、C国の潜水艦に対策を取らないといけないわよね。そうだぜ。護衛艦出雲加賀が F-35 ライトニング2の空母潜水艦になるならば、できるだけ早く運用を開始した方がいいんだぜ。C国や K国に対する対応はスピード感が大事よね。日本政府は何やってるのよ。まあ、今後、クイーンエリザベスとその空母打撃群が日本の横須賀や、佐世保呉などで合同軍事演習をしていくのに期待だな。期待したいわね。ちなみに、今年7月には、日英合共同訓練が実施されているんだぜ。日英合共同訓練？ああ、インド太平洋方面派遣 IPD24 座、インドパシフィックディプロイメント2024において、第三水上部隊の護衛艦の城は、フィジー沖からトンガ沖に至る南太平洋で、A 海軍哨戒艦テイマー及び豪海軍揚陸艦チョールズと共に、日英合共同訓練を実施したぜ。北方、イギリスだけでなく、オーストラリアとも訓練してるのね。ああ、日本側指揮官を担任した同艦長の堀哲信に東海佐は、本共同訓練を通じて、戦術技量の向上及びイギリス海軍及びオーストラリア海軍との連携の強化を図りました。イギリス及びオーストラリアは、自由で開かれたインド太平洋を実現する上で特別なパートナーであり、この南太平洋で3カ国海軍首の連携を図る機会を作為できたことを嬉しく感じます。本艦は、引き続き IPD24 において与えられた任務を遂行してまいりますと述べている。確かにすごい訓練よね。また、自衛艦隊は、即応体制を維持し、我が国の防衛のみならず、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、同盟国同志国海軍と共同して、インド太平洋地域の平和と安定に貢献しているぜ。自衛隊の皆さん、いつもご苦労様です。ご苦労様です。これらのニュースに対して、様々な意見が届いているんだぜ。みんな、なんて言ってるのかしらね。紹介していくぜ。今回の空母打撃群の太平洋派遣は、大西国だけではなく北朝鮮やロシアなどへのイギリス側の関心度の高さを表していた。警告って、原子力潜水艦が入港してチェックできるだけの設備があるの？不当に横付けして物資の補給をするだけだろ、なんてコメントが来てるぜ。まあこのご時世、C国も K国もロシアも気にしなきゃいけないわよね。お金儲けだけじゃなく、戦いにならないように立ち回らないとな。でもやっぱり釜山での潜水艦寄港は、不安よね。ああ、燃料の代わりに水を入れられそうだぜ。食料も、キムチと火鍋のパクリのチョンゴルしかなさそうなのよ。なんで潜水艦内でチョンゴル食べるんだよ。他にも原子力潜水艦は来ても、クイーンエリザベスは来ない。我が国はまた北朝鮮に脅されたのか。軽空母も白紙か？今度はイタリアに来てもらおう。警告って未だに自国で物を作ることができないの？それとも作れないの？警告に作れるのは漬物だけなのよ。旅行先としては人気だがな。こんな国に旅行して何が楽しいんだか。理解できないわ。それに、警告のものづくりノウハウなんてゼロに決まってるでしょ。警告にできることといえば、見栄を張ること、嘘をつくことだけだぜ。ちょっと、盗みを忘れてるわよ。まあ、このように C国は潜水艦で追尾してくるし、K国はイギリスに足元見られてるしで、最低なんだぜ。同じアジア人として、恥ずかしいわ。K国と C国はアジアの面汚しだな。北朝鮮を忘れてるわよ。あれはもはや、国でさえないんだぜ。まずは軍拡を。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。